皆さんこんにちは。ファンケル管理栄養士の鈴木です。そしてこちらが創作料理ファンケル令和本膳にて料理長を務めている糸山シェフです。どうも糸山です。よろしくお願いいたします。ファンケルのプラス一品で未病対策学べる健康食堂、10月の未病食材は里芋です。その里芋を使ったメニュー、里芋とケールの和風ポタージュです。糸山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは材料です。里芋2個、 150g から 180g、 冷凍のものでも大丈夫です。マッシュルーム3個、お家にあるキノコなら何でも代用可能です。豆乳 80cc、 できれば無調整豆乳がおすすめです。だし汁 100cc、 醤油少々、塩1つまみ、ファンケル濃縮野菜国産ケール 100%、 1袋 30g。 こちらがない場合は刻んだ青菜やかぼちゃのペーストを入れるのもおすすめです。以上の食材を使用します。ここで今月の未病ポイントです。里芋は芋類の中でもカロリーが低く、カリウムを豊富に含むので、むくみや高血圧予防におすすめの食材です。またぬめり成分のガラクタンは便秘やコレステロール対策にも働いてくれます。はい、では始めます。里芋ですね、最初にこの根っこの部分ですね、これを取り除きます。それで大きさによって半分に、割ってください。そうすることで火が通りやすくなります。でここでラップをふわっとかけてください。はい、電子レンジで加熱いたします。600ワット5分ですね。大きさによって時間を調整していただいた方がいいですね。そうですね、触って柔らかくなるまでかけてください。はい、はい、里芋をむくと手がかゆくなったりとか、ぬるぬるしてやりにくいなっていう方も多いと思うので、はい、今回みたいに加熱してからむくと防ぐことできますね。そうですね。ちなみに里芋を選ぶ際ですが、ふっくらと丸みがあり表面に傷がなく柔らかくないものを選ぶようにしましょう。また持った時にずっしりと重みを感じるものがいいです。では加熱してる間にですね、マッシュルームをカットします。一つは飾り用と、中に入れるのは2つということですね。2ミリぐらいですかね。そうですね、1ミリ2ミリぐらい。厚く切ると歯ごたえ出ますので、それでも大丈夫でございます。お好みで厚さを決めてください。はい、こちらですね。で温まりましたので、こちらで皮を剥いていきます。キッチンペーパーなど使ってですね、皮を剥がすように剥いてください。加熱するとこの皮がスルッと剥がれるので。そしてボウルで潰していくんですね。はい、フォークもしくはですね、このマッシャーで、今日はマッシャーで潰していきます。粗く潰したり細かく潰したりはお好みで結構ですので、こんな感じですね。うん、はい、ここに豆乳を入れますね。でこれで泡立て器でなじまして混ぜていきます。うん、これの時にゆっくり混ぜてですね、押すようにすると里芋のぬめりというかとろみが豆乳となじみまして、ポタージュ感がすごく出てきますので、ここでよく潰しながらなじましてください。ちょっとつぶつぶ感があっても美味しいと思います。はい、あ、とろっとしてきましたね。これを鍋に移していきますね。濃縮野菜は流水で約30秒間解凍していきます。はい、続いてお鍋の中にお出汁入れますね。次にお塩一つまみ、お醤油を少々入れていきます。で火をつけますね。そしてここに具用のマッシュルームですね、入れます。缶詰のマッシュルームでも代用できますかね。はい、大丈夫です。缶詰のマッシュルームもしくはいろいろなキノコ、旬ですので今、しめじ、舞茸、椎茸あたりは美味しいと思います。ここが今回の未病ポイントです。里芋は芋類の中でも水分が多く、加熱することでねっとりとした食感になり消化にも良いとされています。またこのポタージュは里芋の糖質、豆乳のタンパク質、緑黄色野菜のケールが組み合わされているので、季節の変わり目、体調を崩したり食欲がない時などにもバランスが良いおすすめのスープです。はい、では一煮立ちしてきましたので、ここに濃縮野菜ですね、はい、入れていきます。後で入れるとこの緑色がですね、鮮やかに出てきますので。ここで濃縮野菜の栄養についてご説明いたします。ファンケルの濃縮野菜はこの一袋にビタミン C ならみかん約7個分、ルテインなら人参約3本分とたくさんの栄養が含まれています。濃縮野菜をお料理に入れることで手軽に効率よくバランスのいい栄養が取れて、とてもおすすめです。はい、これで出てきました。でこちらの方に持っていきますね。はい、
で先ほどの飾りで残していたマッシュルームを飾っていきます。出来上がりました。はい、完成です。美味しそうですね。はい、ではいただきましょう。いただきます。はい、里芋のこのトロトロ感が何とも言えないですね。あとこの濃縮野菜の色合いがいいですね、うん、濃縮野菜を料理に使うとちょっとコクが出て、そうですね、美味しいですね。スープにはもってこいの味ですね。うん、今月のプラス一品、美味しかったですね。はい、美味しかったです。では糸山さんも一緒にお願いします。今日も皆様が元気な一日を過ごせますように。せーの、今日も元気にいってみるよ。次回の未病食材はレンコンです。メニューはレンコンのバルサミコソテーです。お楽しみに。